皆さんこんにちは。今日はようこそお越しくださいました。小さい方、小さいお客さんも多いようですね。はい、ありがとうございます。今日はカナフィルランド2022夏休みファミリーコンサートにようこそお越しくださいました。司会の田添奈穂子です。夏休み楽しんでますか？楽しんでますという人手を挙げてください。わあ、たくさん手が上がりました。ありがとうございました、ね、でもちょっとお昼の後でちょっと眠いかなぐらいのねそんなねお声だったかななんていうふうにも思いますけれど、どうぞ今日はゆっくり楽しんでいただければというふうに思います。このカナフィルランド夏休みファミリーコンサート、去年は無観客、お客さんがいない状態で配信 YouTube でお届けいたしました。今年はアートホールのスタッフの皆さんが万全のコロナ対策をしてくださいまして、たくさんのご応募の中からこうして抽選で220人のお客様に来ていただくことができました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして今年も生で配信も行っています。配信でご覧いただいている皆さん、こんにちは。あ、そう、ね、会場の皆さんもこんにちはって配信でご覧いただいている皆さんのことをおっしゃってますよ。そう、配信でね今年もお送りしております。この会場のアートホールのことを少しお伝えしたいと思います。アートホールは横浜ほどかやの丘の上にございます。音楽やダンスの発表会や練習などに使われたりだとか、 DVD の鑑賞会や野外コンサートなども開かれてるんですね。たくさんのお客様に親しんでいただきまして、今年30周年を迎えることができました。美しい緑の屋根に塗り替えたんですが、皆さんご覧になりましたね。素敵ですよね。うんうんって言ってくださってる、ありがとうございます。そしてこのアートホールを練習場として使っているのが神奈川フィルハーモニー管弦楽団、皆さん親しみを込めてカナフィルと呼んでいらっしゃるかなというふうに思います。創立52周年を迎えまして、神奈川を中心にさまざまな場所で活動をしています。今日はカナフィルの皆さんが木管50奏、金管50奏を聴かせてくださいます。その他にも楽しい音楽ユニットのニコットプロジェクトの皆さんの演奏もお楽しみいただきます。夏休みの午後のひととき、会場はもちろんですがお家でも生配信で楽しい音楽をたっぷりとお聴きいただければと思います。本日の生配信では皆さんからのチャットでのコメントも募集しております。神奈川アートホールのホームページの動画配信から YouTube を見るを選びまして、どんどんメッセージを書き込んでいただければというふうに思います。先ほどもね袖で見てましたら、いよいよ始まりますねなんていうふうにね書いてくださいまして、本当にどうもありがとうございました。この後もどんどんお寄せください。実は配信の皆さんのための特別なコンテンツもご用意していますので、会場の皆さんは帰った後アーカイブがございますのでね、そちらもご覧いただければというふうに思います。またアンケートもございますので、そちらもぜひご協力ください。さあ、それではいよいよ始まります。カナフィルランド2022夏休みファミリーコンサート開幕です。
神奈川フィル木管50奏のステージが始まりました。木管、木でできた楽器を主に使っての豊かな響きをまずは皆さんに楽しんでいただきたいと思います。はじめに演奏いたしましたのはドイツの作曲家ハイドンのリベルティメントという曲でした。ハイドンはおよそ250年ぐらい前、貴族に仕える作曲家で、その貴族が持っているオーケストラのリーダーでもありました。貴族の生活に欠かせないものといえば、そう、パーティーです。今お聴きいただきましたディベルティメントのような曲を、ハイドンは書いてパーティーで生演奏をしていたということなんですね。普段はオーケストラの中で演奏されているこちらの楽器なんですけれども、今日はせっかくですから楽器の紹介をしながら、その楽器の音色がよくわかる曲を皆さんにもお届けしたいと思います。それではまずは楽器と今日の演奏の皆さんをご紹介いたしましょう。皆さんの左側から、フルートは大見浩二さんです。続いてオーボエは小山麻里恵さんです。ホルンです、坂東由佳さんです。ファゴットは佐久間大作さんです。クラリネット斉藤雄介さんです。こちらの5人のメンバーで木管50奏を奏でていただきます。それでは楽器を紹介していきましょう。まずはフルート、横笛ですね。さっき木でできている楽器を木管楽器というふうに言いましたが、見てください、大見さんの楽器は金属でできていますね。昔は木で作られていたんです。現在は木で作られているものも金属で作られているもの、どちらもあります。さあ、このフルートが主役になって演奏する曲は You Raise Me Up という曲です。あなたが支えてくれるから私は頑張れるというふうに歌っている曲です。今日はフルートソロでお楽しみください。
ありがとうございました。キラキラとしていて、それでいてとても優しい音色のフルートでした。さて続いては縦笛オーボエが主役の曲です。オーボエはリードというものを楽器に刺して音を出すんですね。このリードというのはオーボエ奏者の人が一人一人手作りで作っているそうなんですよ。こちらでした。さあではこのオーボエの音色を聞いていただく曲はジブリ作品ハウルの動く城から主題歌の人生のメリーゴーランドです。ハウルの動く城は帽子屋の女の子ソフィーが魔法で90歳のおばあちゃんになってしまい、魔法使いハウルと共にその魔法を解こうと頑張るお話です。ではどうぞお楽しみください。同じ木管楽器でもフルートとは随分と音の雰囲気が違いましたよね。ちょっと切ない雰囲気にも合うオーボエの音色でした。さて続いての楽器はクラリネットです。先ほどのオーボエと同じ縦笛でパッと見た目はとても似ているんですけれど、楽器につけるリードやそして指を押さえるキーが違うんですね。すると音はかなり違ってきますので、どうぞ楽しみにしながら聴いてください。クラリネットの音を聴いていただく曲はポーランド民謡のクラリネットポルカです。軽やかなダンスの音楽をどうぞお楽しみください。
思わず踊り出したくなるようなね、こういう軽やかな音色を作るのがクラリネットはとっても得意なんです。クラリネットでした。さて続いての楽器は木管楽器で一番大きな楽器、ファゴットになります。実はこれ折り曲げてるんですけれど、折り曲げないで全部長くすると、ほらこれ折り曲げてる、折ったところね、はい、でこの折り曲げてなくても全部長くすると2メートル半にもなるということなんですよ、ね、大きな楽器でしょう。さあこのファゴットはね、他の木管楽器よりも重いので、首にかけた紐で楽器を吊り下げた状態で演奏します。さあファゴットの音色を聞いていただく曲は、皆さんもよく知っている大きな古時計です。お楽しみください。低い音まで出るファゴットの音の魅力、感じていただけたのではないでしょうか。おじいさんの時計の雰囲気もよく伝わりましたね。さて木管五重奏には一つだけ金管楽器が入っています。ホルンです。ホルンは管がぐるぐる巻きになっているんですが、伸ばすと4メートルから5メートルほどあるということなんですよ、はい、さあ今日はこのホルンのソロで聴いていただく音楽は、テレビ番組の笑点のテーマ曲です。なかなか木管五重奏で聴く機会もないかもしれないので、ぜひ楽しんでいただければと思います。Thank you.
ルンっていろんな面白い音も出せるんですね。分かっていただけたかなというふうに思います。さて、それぞれの楽器の音色が分かったところで、続いてはファルカッシュ作曲17世紀の古いハンガリーの舞曲よりをお聞きいただきたいと思います。ファルカッシュはハンガリーの作曲家です。今日演奏する曲は舞曲といってダンスの音楽なんですね。宮廷、そのね、お城に住んでいる人たちというよりは村に住んでいる人たちが楽しくお祭りなんかでダンスをする様子を思い浮かべていただければと思います。今日は全部で4曲演奏します。1曲目はダンスの始まりというような感じでね、ファンファーレが起こるような雰囲気です。2曲目はゆったりとしたダンスです。3曲目はとても速い拍子の3拍子のダンスです。そして最後の曲はフィナーレになります。弾けて飛んで跳ねて踊っている様子が皆さんにも浮かんでくるんじゃないでしょうか。それでは4曲どうぞお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。もう思わず踊りたくなるようなね、楽しい演奏でしたね。神奈川フィルの皆さんによる木管五重奏の演奏をお聞きいただきました。神奈川フィルの演奏この後も続きますが、次は素敵なゲストニコットプロジェクトの登場です。その前にここで10分間の休憩といたします。それでは神奈川フィル木管五重奏の皆さんにもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。さあ今はですね、コンサートの方は、休憩中、10分間の休憩中ということではあるんですけれども、こちらの配信の方はですね、特別コンテンツ、スペシャルコンテンツということで、奏者の皆さんの、ちょっと感想なんかを聞くコーナーにしたいなというふうに思います。じゃあ奏者の皆さん、どうぞこちらの方に来ていらしてください。どうぞ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 、あ、お疲れ様でした。どうぞ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 、はい、皆様どうぞ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 。じゃあね、なかなかちょっとソーシャルディスタンスも取らなくてはいけないので、お一人ずつみたいな感じにしましょうか。じゃあまずは大見さん、どうぞどうぞいらしてください。お疲れ様でした。どうもどうも、ね、結構ちっちゃいお子さん多かったですけど、どうでした？あ、でもみんな静かに聞いていただいて、楽しく演奏できてました。You Raise Me Up、とってもね、配信の皆さんもね、たくさんコメントを書いてくださってたんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね。そのコメントをちょっとこちらに。はい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 。はい、あ、そうそうそう。あ、木管楽器の音ってなんだかあったかいなとか、あ、ちょうど柔らかい音色が素敵っていうふうに大見さんの時には書いてくださっていました。ねえ、そうそう、まあ、こういうふうにね、配信でもね、ご覧いただいている皆さんがいらっしゃるみたいなんですけどね。いや、夏ってどうなんですか？楽器を吹く上で夏ってなんか難しいことあります？汗とかね、あと唇の周りも汗かくので滑っちゃったりしますよね。そういうので大変な時期ではあったりするんですね。いやいや、ありがとうございました。また引き続き、はい、今日はどうもお疲れ様でした。さあさあ、じゃあ続いてはどなたにしましょうか。どうぞどうぞ、小山さんどうぞどうぞ、小山さんどうぞ。ブラボーでした。お疲れ様でした。素敵でした。人生のメリーゴーランド、私何度か聞かせていただいてるんですけど、今日も素敵でしたね。そう、すごいたくさん、ほら、拍手が来ていて、ありがとうございます。ねえ、拍手拍手ってなっていますよ。
あ、癒される大好きこの曲、いい曲ですよねって。あ、プロの演奏者の方でもソロってやっぱり緊張されるんでしょうか。素敵な演奏すごいなって書いてますけど、どうですか。緊張しました。緊張しました、はい、そうなんですね、毎回やっぱりソロは緊張します。でもやっぱり緊張の中からあの素敵な、ね、音がね出てくるんでしょうね。素敵。いやいや、ありがとうございました。どうもどうも。じゃあ続いての方に、まだもうねたくさん時間があると思ってきたら休憩も短いということなので、はい、続いてはどなたか。あ、そう、坂東さんどうぞ。あ、坂東さん、はい坂東さんお疲れ様でした。焦点面白いって書いてましたよ。よかったです。あのゲストップ奏法っていうのを使ってて、はいはい、なんかあんまり立ってそういうあの音を出すことがなかったので、なるほど、うまくいくかなと思ったんですけど、よかったです。どうしてるんですか、ちょっとカメラの前で。あのいつもはこのベルの穴を塞がずに演奏するんですけど、ぴったりも密閉して吹くとあの音が鳴ります。はい、パフパフっていう面白いですよねなんかね、それを見ながらなんかちょっとこうやって踊ってる子たちもいましたね、会場で。もういっぱいいっぱいで見れてなかったんですけどそれは良かったです演奏した甲斐がありがとうございました。お疲れのところありがとうございました。どうぞどうぞ。はい、じゃあ続いては、あ、じゃあ佐久間さんどうぞ。佐久間さんお疲れ様でした。佐久間、そうそうそう、はい、佐久間さんは私いろんな違うところでもねご一緒させていただいたりして、どうもありがとう。あ、内緒だったんですか内緒じゃないでしょ、ね、神奈川フィルにはもう2ヶ月ぐらいですか。そうですね、神奈川フィルの雰囲気ってどんな風に感じてらっしゃいますか。あの皆さんすごく明るいし、すごく前向きだし、あの居心地がいいです。はい、そうなんですね。そうでしたか。今日はおじいさんの古時計の曲でした、ね、いかがでした。この楽器っていうとあの曲になるよく多いんですけども、あのこのアレンジが僕初めてで、すごくいいアレンジでとても吹きやすく、あの良かったと思います、はい、子どもたちもゆっくり聞いてましたね。はい、じゃあ引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さあそれじゃあクラリネットの斉藤さん、はいはい、どうもどうも、ね、クラリネットはやっぱりあのポルカですよね。ね、ですけどちょっと息切れちゃいましたね。はい、そうですか、はい、あ、でもなんかこうやって揺らしてる子いましたよ。あのですけどちょっと内心すごい緊張して、はい、個人的に本当はすごくあの言っちゃいけないですけど、ね、あんまり得意な曲じゃないんですけど、もうあれ、あれがいやいやね、ね、あのこういう場になるとやっぱああいう曲をやることになることが多いんですけど、はい、実は不得意です言っちゃった、ね、でもね子どもたちもねたくさん聴いてくれてますね。そうですね、子どもたくさんいましたよ、はいはい、その雰囲気にあの乗せられて、はい、あの楽しくやらせていただきました、なるほどなるほど、ね、いやいや本当にあのいろいろたくさん聞きたかったところですが、もう休憩も終わっちゃうということですので、はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ね、本当いろんなお話をしてくださいましたけど、まあまあその中で皆さんねいろいろと書いてもくださいまして、本当にどうもありがとうございました。どうもどうも。さあここでですね、ちょっと皆さんに光回線のお話をねお伝えしたいかなというふうに思います。はい、今日のようなライブ配信に必要な光回線を神奈川アートホールでは常設してるんですね。これからも主催事業をライブ配信してまいりたいと思います。そしてアートホールをご利用の皆様には無料で回線をお使いいただけるというふうになっておりますので、ぜひご活用くださいませ。ピアノの発表会をねライブ配信しておじいちゃまとかおばあちゃまにお聞かせするっていうのもとても素敵なんじゃないでしょうかね。皆さんこのような感じで、ね、配信を今日は行っているんですよ。はい、ね、カメラもいくつかあるっていうのが分かっていただきましたが、こちらが音響さんですね。お世話になっております、ありがとうございます。はい、このような形でいろんな形の、皆さんが携わってくださいまして、この配信ができております。さあそして皆さんからのチャットもね先ほどのようにお待ちしておりますよ。本当たくさん書いてくださいましてありがとうございます。
はい、配信の間の休憩でこういうお話聞けるの嬉しいです。そうなんですよ、そうかなと思いまして、スタッフの、ね、皆さんと協力してこのような形にいたしました、ね、この後もぜひ皆さんには、チャットで、質問やそしてそうですね、アンケートの方もお答えいただきたいと思っております。コメントもお寄せくださいね。お待ちしております。はい、さあそれではそろそろですか。ホンベル入りますと。はい、ホンベル行きます。ホンベルが入るそうです。はい、それじゃあこの後も引き続きエカナガフィルのカナフィルランド、どうぞお楽しみくださいませ。この後はニコットプロジェクトの皆さんの登場です。どうぞ。
マイクをマイクじゃないかったマスクを外すのにちょっと時間かかりちゃいましてごめんなさい失礼しましたウキウキと心弾む楽しい演奏を聞いていただきましたニコットプロジェクトの皆さんです。皆さんこんにちは素敵な手拍子ありがとうございます。オカピさんです。オカピですよろしくお願いいたします。オカピさんニコットプロジェクトの皆さんってどういうような、はいあもうお客様にニコッとこう笑顔になっていただける音楽を私たちはやりたいなと思いまして今日は皆様に笑顔になっていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあオカピさんからメンバーの紹介をしていただいてもいいですか。はいではですね皆様向かって左側でございますピアニスト森優也。はい森はですねピアニストでもありつつ作曲家でもあるんです。あのウルトラマンタイガの作曲もしておりましていろんなコマーシャルとかドラマとかも手掛けておりますので森優也名前をぜひ皆様覚えてくださいませ。森優也はい。そして向かって右手でございますオレンジの帽子は岡部亮平はいリャンペーってねみんなに呼ばれているんですけれども彼もドラマーでありつつ本当にいろんな現場でパーカッションをやったりとかマーチングサンバいろんな音楽に携わっています。今日も楽しい楽しいパフォーマンス見せてくれますのでぜひご注目ください。よろしくお願いいたします。素晴らしい。そしてオカピさんはスティールパンを演奏してるんですね。はい、はい、私はこのスティールパンというね楽器を演奏しているんですけれども今日会場で初めて見るよという方いらっしゃいますでしょうか。あたくさんいますね。たくさんいますね。はいじゃあちょっとこの紹介もさせていただきたいです。はいぜひぜひ。もともとドラム缶からできている楽器でさっきねあの演奏中のパフォーマンスでもくるんとめくりましたけれども、はい実はね中が盛り上がっていたりこうへこんでいたりこう凹凸になっているんですね。本当だ見えますか、ね、へこんでるとこありますね、はい、この盛り上がっている丸の中を叩くと音が出て丸じゃないところは全く音が出ないです。へえそうなんですね、はい、じゃあその丸のところを押さえていくとドレミが出るっていうような感じなんですか。そうなんです。でもスティールパンって不思議な楽器でドレミファソラシドが隣同士に並んでいないんですね。ピアノみたいじゃないんですね、はい、せっかくなのでちょっとやってみたいと思います、はいはい、ここがドでスタートします。ド1個飛ばしてレ1個飛ばしてミまで来たらここがファになります。でまた1個飛ばしてシまで来たらここが高いドになります。皆さん覚えられました。覚えられないですよね。オカピさんはすごい頑張って覚えたんですか。頑張って覚えました。でもねあの叩けば打楽器は音がすぐ鳴りますのでぜひ皆さんスティールパン機会がありましたらねやっていただきたいなと思います。なるほど。じゃあこの不思議なスティールパンと皆さんの楽器で素敵な音楽をこの後も引き続きお願いいたします、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいそれではですねありがとうございます。本日は夏休みファミリーコンサートということですので子どもたちもたくさんいますね。子どもたち手を挙げて元気ですか。いっぱいいた大人たちいらっしゃいますね。ありがとうございます。もう夏といえばね海とかプールとか行ったのかな。子どもたちもいい色に焼けてますけど海とかプール行った人たくさんいますね。海に行くとプールに行くとぷかぷかと浮き輪をつけますよね。浮き輪つけないお友達もいるかもしれないんですが次の曲は海で浮き輪をつけてぷかぷか浮いているオリジナル曲をお届けしたいと思います。お楽しみください。ウキウキ浮き輪。
ウキウキウキは演奏させていただきました。ありがとうございます。さあ皆さん、こちらのスティールパン、先ほどご紹介させていただきました、ドラム缶からできている不思議な楽器なんですが、国はトリニダード・トバゴというね、カリブ海の方の島国からやってきた楽器でございます。世界三大カーニバルというものがありまして、その一つがこのスティールパンのカーニバルなんです。向こうでは100人ぐらい一気に演奏するのがメジャーなんですね。演奏しながら一緒に踊るんです。さあ皆さん、今日会場の方たくさんいらっしゃいますので、一緒に踊りませんか。よろしくお願いいたします。じゃあ次の曲はカーニバルの雰囲気に合わせて派手に派手にいきたいと思いますので、ぜひ一緒に踊りを覚えてください。子どもたちよろしくね。じゃあこっちから4回打ちましょう。いきます、せーの、1、2、3、4、バッチリ。次反対です、こっち、せーの、1、2、3、4、上手です。次こっち2回です、半分になりました、せーの、1、2、反対、1、2、バッチリ。そしたら1回ずついきます、せーの、1、2、3、4、おー素晴らしい、覚えた人、あ、たくさんいらっしゃいますね。じゃあもう一度続けてやってみましょう。こっちからいきます、いきますよ、せーの、4回、1、2、3、4、1、おーすごい、2回ずつ、1、2、1、1回、すごい、もう一回、1、2、3、わー素晴らしい、完璧でございます。皆さん、じゃあ次パート2でございます。一緒にヘビダンスをしたいと思います。ヘビはニョロニョロです。じゃあこっちからニョロニョロします、せーの、ニョロニョロニョロで一発トン、はい次、ニョロニョロニョロポン、素晴らしい。じゃあ次短くなります、せーの、ニョロポンニョロポン、最後は大きいヘビ上からニョロニョロニョロ、完璧です。じゃあ続けてやってみましょうか。いきますよ、ヘビダンス、せーの、ニョロ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 上、もう一回、はい、ニョロニョロニョロタンニョロタン、あー素晴らしい。1番と2番ダンス覚えていただけましたでしょうか。途中で出てきますので、ぜひ一緒にやりましょうね。あとはね、私たちが手を振るところがあります。一緒に手を左右に動かしてください。それではトリニダード・トバゴのカーニバルの雰囲気で行ってみましょう。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは先ほど覚えたダンス行ってみましょう。まずこっちから手拍子バージョンです。早速行きたいと思います。 1、2、3、4、 行くよ、せーの、 1、2、3、 こっち2回ずつ、1、1、1、もう1回、2回ずつ、素晴らしい、拍手、皆さんお上手です、素晴らしいです。じゃあ次ヘビダンスいきます、せーの、ニョロ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 、大きなヘビ、もう一回、大きなヘビ、素晴らしい。じゃあ1と2続けていってみたいと思います。2回ずついきますよ、手拍子から、せーの、
皆さん完璧でございますので、次リズムいきたいと思います。オカピのリズムの後に皆さんよく聞いて真似っこしてみてください。いくよー、タンタンタン、はい、いいね、タン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 、はい、お上手、タン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 タタン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 、うったたうったたうたんたうった、難しい感じになりました。素晴らしい、もう一回いきますよ、タンタタン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 、タタン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 、いいね、タラーンタン、タラーンタンタン、あーもう皆さん最高です。皆様手拍子でお願いします。皆さん素敵なリズム合戦ありがとうございました。皆さんに拍手、ありがとうございます。あー、たくさん踊ったらいつの間にか夜になってきた。あー、なんだか眠たくなってきたな。夜って星も出てるんだ、綺麗だな。音が聞こえない？あ、これはフクロウの声だ。森の中はいろんな鳥とか動物さんとか、そしてあの子も住んでるかもしれないですね。会えるかな。
Thank you.
ありがとうございました。森の中でトトロに会えました。子どもたちはトトロって曲分かったかな。あ、分かった、よかったです。ありがとうございます。それではご紹介したいと思います。オカリナ奏者茨木智弘。こんにちは、よろしくお願いします。はい、茨城さんはオカリナ吹きなんですよね、はい、オカリナ吹きなんですなんて言うんですか、オカリナ奏者か、何でもいいです。失礼しました奏者でございます ね、はい、ね、珍しいですよね、オカリナ奏者。そうですね、オカリナね、うん、珍しい、なんかみんな多分知ってると思うんですけど、うんうん、実際吹いてる人いるんだって感じですよ ね、素晴らしいです。オカリナはこんな楽器なんですが、あのトトロもね、はい、そうなんですよ、オカリナ吹いてますよね。吹いてるシーンがあってね、うんうん、森の中でオカリナ吹いてるっていう歌詞も出てきましたね、はい、トトロにぴったりですね、はいはい、オカリナというとこの大きさがなんか、はい、よく見るオカリナのような気がしますが、そうです、ね、大きなオカリナも吹いてましたよね。そうなんです、今日は実はいろんな大きさが出てきてて、大きなのとか、ね、ちっちゃいのも出てきましたね。はあ、こんなにちっちゃいんですね。ちょっと音だけ聞いてみてもいいですか、はい、大きなオカリナはこんな音がします。なんか優しい音色ですね。あ、小さいオカリナもじゃあ音聞いてみましょう。はい、小鳥が鳴いてるようなそんな音色がしますね、はい、全然違いますよね、音の高さで、うん、いろんな種類の高さがあるんですね、オカリナの中でも。はい、そうなんです。すごい。じゃあせっかく皆さんオカリナ奏者の茨城さんが来ましたので、オカリナだけの音色をね、あのしっかり聞いていただきたいなと思っております。オカリナが喋っているような演奏になります。おしゃべり娘という曲です。お楽しみください。茨城智弘本当にオカリナがおしゃべりしているようなね、曲ですね。だいぶしゃべりましたねだいぶしゃべりましたね。息継ぎとか どこでしてるんですか。息継ぎする間もなくしゃべりました。あ、すごい、はい、プールとか25メートルとか息継ぎなしで行けるタイプですか。行けたんですよ昔は。あ、やっぱりそういうものがあるんですねそういう問題じゃないかもしれないけどね。なるほど、そうなんですねはい、もうオカリナ奏者のね、茨城さんなんですが、実はトランペット奏者でもあるんですよね。はい、この後金管五重奏の素敵な皆様が登場しますが、あの茨城さんのトランペットもとっても素敵ですので、ぜひ皆さんに一緒にトランペットの演奏もお聴きいただきたいと思いますので、お楽しみください。
本日は本当にありがとうございました。ニコットプロジェクトの演奏は次の曲で最後になります。この後は金管五重奏の皆さんが登場しますので、ぜひ最後まで夏休みファミリーコンサートをお楽しみいただけたらと思います。最後は私たちのオリジナル曲でスマイルという笑顔の曲があります。皆さん笑顔になりますようにという心を込めて演奏したいと思いますので、ぜひ一緒に手拍子もしていただけたら嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。まだまだ大変なこともあります。コロナもね、まだどうなるかわからないですけれども、日々お水を飲めること、あー美味しいな、あ今日は晴れた嬉しいな、あ雨は雨でもいいかもしれない、嬉しいことたくさん見つけて皆さんが笑顔になりますように。隣に家族がいる、友達がいることも笑顔です。皆さん毎日笑顔になりますように、一緒に笑いましょう。じゃあ会場の皆さん、配信前の皆さん、いきますよ。スマイルに
もうたくさん動いてたくさん、ね、手も叩いてにっこりにっこりになったのではないでしょうか。もう一度大きな拍手をニコットプロジェクトの皆さんにお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございました。さあこの後は、再び神奈川フィルの演奏で金管50奏の皆さんの演奏を皆さんにお楽しみいただきたいと思います。その前に10分間の休憩となります。はい、そうしましょう。はい、はい、さあアートホールはではですわね、あ、はいはい、どうぞ。さあアートホールの方では休憩時間というふうになっているんですが、こちらはですね、配信のご覧の皆さんにですね、スペシャルコンテンツといたしまして、休憩中の、まあ、皆さん、ちょうどもう今終わった後の皆さんにですね、ちょっといろいろとお話を伺いたいと思います。ニコットプロジェクトの岡美さんです。お疲れ様でした。ブラボ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 をいただきました。ありがとうございます。岡美さんはもういつもあんな感じで皆さんをなんて言うんでしょう、もうなんて言うんでしょうね、もう渦に巻き込むような感じなステージなんですか。いやもうお客様がみんなもう本当に温かくて、はい、もうありがたかったです。ありがとうございます。いいですね、夏休みはファミリーも多くて、はい、もう笑顔いっぱいで幸せでした。ね、はい、今日本当お子さんたち多かったですよね。ね、ね、でもどうでした、あのタンタントンタンタタンタタンタンタンとかもすごい結構難しいの挑戦してましたよね、皆さんに。そうな、今日の会場の皆さんすごくリズム感が良くて、どん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 こうレベルが上がってきちゃって、私もこう負けないようにと思ったんですけど、難しいのにやっちゃいましたね。できてましたもんね。できてました、素晴らしい、本当に素敵なお客様でしたね。はい。素敵な仲間の皆さんですね。そうなんです、仲間がいなければもうできないので。ちょっと皆さんもこっちに来てください、ぜひぜひ、はいはい、ちょっと近寄ってもいいようにと思ってね、はい、マスクにしてますのでね。あ、じゃあちょっと私の隣、良平さん、良平さんどうぞどうぞ、はいはいはい、もう途中でねお歌歌ってましたよね。あ、そうですね、はい、はい、数少ない歌えるチャンスが、はい、このユニットは僕回ってくるので、こう、はい、あ、じゃあごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、はい、楽しそうにタン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 みたいな感じを、はい、ね、はい、本当に、ね、本当に、あ、今もね、なんか踊り出しそうです。いや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 、もう本当に、はい、ね。でも子供たちどうでした？いや、やっぱり、なんか僕もでも始めたきっかけ、なんか僕芸術鑑賞会で見たあのラテンのバンドのお兄さんたちに憧れて打楽器をドラム始めたみたいな経緯があるので、はい、だからこういつかこう巡り巡ってこう今日見た子たちがなんかこう音楽とかやってくれたらもうめっちゃ嬉しいっていうのはやっぱりあります、はい、いや、 やっぱり楽しいって記憶って大事ですよね、本当に、はい、そうでしたか、はい、なんと、いや、きっと今の中からね、きっとなんかトリニダード・ダゴ・トバゴまで行ってね、おっしゃ、そう、はい、始める子がいるかもしれない、はい、はい、ありがとうございました。ます、さあ、じゃあその続いてお隣は茨城さんも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。オカリナからトランペットから、はい、ちょこっとだけですけどトランペットも吹きました。ちょっとしか吹けないんですけど、オカリナの音色って癒されますね、ね、結構来てるんですよ、オカリナの音色癒されますね、はい、みたいに癒され、あ、トランペットびっくりみたいな、この空気感の差とか言って急に気が出てきましたからね。ぶっ飛びましたね、海峡に、
はい、そうそう、ほらオカリナで、はい、こんなテンポ速い曲もできるんだとか。確かにオカリナすごい。ありがとうございます。すごいしか書けなかった人もいるちょっとねオカリナのなんかなんとなくは皆さん知ってると思うんですけど、実際にこう速い曲遅い曲とか高い音とか低い音とかね、多彩な表現ができるんだよってのはなかなか見る機会ないというか、まだまだ知られてない状態だと思うんでね、今日は皆さんに見ていただけてよかったですね。そうですね、オカリナの本当に高いのとかって、はい、高くもすごく、そうですね、あのフルートのねオクターブ高いピッコロっていう楽器と普通のオカリナが結構同じぐらいの音域だったりして、まあそれとだからピッコロと全く同じ音域はほとんど出ますね、はい、それ以上に高い音もたまに出るぐらい。じゃあなんかオーケストラとオカリナで競争曲みたいなの、はい、音ちっちゃいんですけどでもできると思う。この間あの吹奏楽の中でピッコロのパート吹くっていうのをやりました、オカリナで。そうなんですね、やっぱりそういう風にもね使っちゃうんですね、はい、そうなんです。ちょっとねまだまだ珍しい楽器というか、うん、そういう使い方もまだよく分かってないぐらいの楽器なんで、はい、じゃあこれからの ね伸びしろありありですね、はい、ですね、茨城さんどうぞ頑張ってください、オカリナ普及に、はい、ありがとうございました。そしてあもうハットが可愛い森さん、ピアノをねやってくださいました。ピアノもノリノリでしたね。はい、すっごい楽しかったです今日。はい、僕ね先ほど紹介していただいたんですけど、作曲も本業でやっていて、で演奏の時はこう自分が弾くところを最低限しか決めないんですよ。でその場でこうなんか感じた観客のねお客様のあれとか、ごめんなさいね、仲間の、うん、仲間の、うん、オーラとかを感じながらちょっとこうアレンジしていくんですけど、なんか今日すごい楽しかったんで後で見返して。楽しさを僕にも分けてもらおうかなと思います自分で自分が出した楽しさでまた楽しくなっちゃう、はい、そうなんですね。いや楽しかったですね。でもそうか、そういうこともできるんだ。即興なんてねちょっと思いつきませんでしたすごいですね。いやありがとうございます。いやでもね改めてオカピさんもこんなに楽しい仲間とニコットプロジェクト、もうニコニコですよ本当に本当にね、もう大変な世の中でいろいろ世界中そうですけど、やっぱ音楽のねできる力とか私たちができることってもうそれしかねできないなと思ったので、笑顔になってくれたら嬉しいです。はい、なるほど、うん、ちょっと私オカピさんに伺いたいんですけど、はい、なぜスチールパンをやろうと思ったんですか。なんかこう見た目が鍋みたいじゃないですか、ね、なんかもうカンカンカンってこう焼きそば焼けそうですけど、あの見た目とね音のギャップにちょっとこう一音聞いただけで心がやられまして。そうなんですか、それはいつですか。あ、大学生の皆さんも見ありがとうございます、はい、もう私は大学生なんですけど、大学の頃に出会いましたが私は大学生じゃないです、大学の頃に出会いましたが、はい、教室もスチールパンの教室もやっていて、3歳ぐらいの子も今やってるので、はい、もう今はたくさんね教室が、はい、盛り上がってきている感じですね。ちっちゃい子もできる、ちっちゃい子もやっぱり叩けばね打楽器だから楽しそうに、はい、やってますよ。どうでしたか。はい、じゃあこの後ね金管50層の皆さんとも共演されるんですね。そうなんです、楽しみにしておりますいろいろとねすごいすごい楽しかったっていうのがたくさん書いてあります。嬉しいです、皆さんありがとうございました、はい、この後も楽しんでいただきたいと思います、はい、あもうベルの音だ。あ続いてのステージが始まりますので、では皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ配信のご覧の皆様、この後は金管50層をお楽しみいただきたいと思います。引き続きお楽しみください。
ブルーダルプレリュードでコンサートの幕を開けました。神奈川フィルのマスコットキャラクターブルーダルの名前を付けた神奈川フィルオリジナルのファンファーレです。ここからは金管五重奏のステージを皆さんにお楽しみいただきたいと思います。金管楽器も一つ一つ楽器をご紹介しながらその楽器が活躍する曲をお届けしたいと思っています。まずは今日の演奏者のご紹介です。トランペットは林辰徳さんです。続いてお隣のホルンは豊田美香さんです。チューバは岩渕大輔さんです。トロンボーンは住川圭介さんです。そして金管五重奏にはもう一本トランペットが、トランペット中村亮さんです。さあ続いての曲は一番大きな楽器チューバが活躍する曲です。見た通りチューバは重いんですよ。12、3キロあるということなので、だいたい4歳、5歳の子ども1人分をいつも抱えているような形で、音を出している感じなんですね。実は金管楽器全体に共通していることがあって、それはマウスピースというものを楽器につけて吹くんですよ。ほら、そう、奏者の皆さんがみんな右手に持っている、そう、これがマウスピースです。ただ楽器の大きさによってこのマウスピースも大きさが違うので、チラチラっとマウスピースの大きさはどのくらいなのかなってぜひ見比べながら聞いてみてください。さあそれではチューバの音をしっかりと聞いてもらう曲はメモリーズオブユーという曲です。ジャズのナンバーなんですね。朝日を見ても夕日を見てもあなたのことを思い出すというような昔大好きだった人のことを思う曲です。今日はチューバのソロでお聴きいただきます。お楽しみください。Thank you.
チューバの低音の魅力を聞いていただきました。さて続いてはトランペットです。オーケストラの中でも華やかな場面には欠かせません。トランペットはバルブというボタンのようなものを押して音を出すんですね。でトランペットは歴史がとっても古くて3500年ぐらい前からあったというふうに言われています。さてそのトランペットでお聴きいただく曲は夜空のトランペットです。ニニロッソというイタリア人のトランペット奏者がこの曲を吹いて世界中で有名になりました。夜空の遠く遠く向こうまで響き渡るトランペットの音色、今日は林さんの演奏でお楽しみください。トランペットの華やかな響きいかがでしたでしょうか。さて続いてはホルンです。先ほどの木管五重奏でも活躍したホルンは金管楽器ですので金管五重奏にももちろん参加してるんですね。大昔の狩人は狩りの時に動物の角を切って吹いて仲間との合図に使っていました。ホルンという名前は動物の角という意味から来ているんですね。ホルンで演奏する曲はスターダストという曲です。こちらもジャズの曲ですね。夜空のキラキラした星を眺めながら好きな人のことを考えるという曲です。聴きながら皆さんにはどんな夜空が浮かぶでしょうか。どうぞお楽しみください。Thank you.
ルンでした。さて続いてはトロンボーンです。トロンボーンは管を伸び縮めさせて高い音や低い音を出すんですね。トロンボーンのソロでお聴きいただく曲はバイリッシュポルカという曲です。笑うトロンボーンというふうにも呼ばれています。トロンボーンにはグリッサンドといいまして、音と音を滑らかにつなぐことができる特徴もあるんですね。この曲でもきっとその様子を聞いていただくことができるかと思います。どうぞお楽しみください。グリッサンド分かっていただきました。うーんっていう風な感じでね、滑らかに音をつなげる音でした。さて4つの楽器の音色を聞いていただいたところで、今度は楽しい曲をお届けいたしましょう。アメリカの作曲家フォスターの草競馬という曲です。きっと皆さんもね、コマーシャルなどでもよく聞いたことがあると思うんですし、またもしかしたら学校や幼稚園保育園などでも歌ったことがあるかもしれません。馬が草原をリズミカルにかけていく様子を、音楽で表している曲です。それではどうぞお楽しみください。
ステージの上にはお馬さんはいないんだけれども、お馬さんの稲鳴きが2回もしましたね。またっていうね声がね聞こえたりもしましたけど、トランペットってねこんなこともできるんだなってみんなに分かっていただけたのではないかなと思います。さあ、あら、皆さんの間にまたスチールパンがやってきました。そう、続いての曲では先ほどニコットプロジェクトでスチールパンを演奏してくださったオカピさんがこの金管五重奏のステージとコラボをしてくださいます。実はね、休憩中にオカピさんやね、はい、ニコットプロジェクトの皆さんとも、インタビューもね配信のためにね、はい、お話をさせていただいたので、そちらもぜひ皆さん、配信の皆さんはねお楽しみいただけたかと思いますが、会場の皆さんはぜひ帰ったらそんな、配信をもう一回見て、2度目のお楽しみをしてみるのも楽しいかなというふうに思います。はい、こちらは曲は、はい、このスティールパン、やっぱり海の綺麗なね、うん、ところトリニダード・トバゴからやってきましたので、はい、沖縄にもぴったりなんですね。なるほど、はい、なるほど。なのでちょっと沖縄の海を皆さんに感じていただきたいなと思いまして、うん、花を選んでみました。そうですか、はい、沖縄の音楽家木名正吉さんが作った花、すべての人の心に花をという曲ですね。はい、日本でだけでなくって世界でもたくさんのアーティストにカバーされている曲です。では皆さんのコラボでお願いいたします。
ありがとうございました、ね、とても皆さん海を感じていただけたのではないかなと思います。ありがとうございました。おかぴさんでした。さて今度はアニメの曲をお届けいたしましょう。鬼滅の刃好きな人、あ、たくさん上がりました。奏者の皆さんも大好き、そうですか。そんなみんなが大好きな鬼滅の刃の主題歌を続いてはお届けしたいと思います。かまど炭治郎がね、鬼になってしまった妹禰豆子を人間に戻すために戦うというお話ですが、主題歌のグレンゲとってもかっこいい曲です。それでは今日はグレンゲを金管五重奏でお届けしましょう。その最後にお届けしましたのが、今の鬼滅の刃のグレンゲでしたけれども、今日は皆さん夏休みの午後いろんな楽器の演奏をたくさん楽しんでいただきました。楽しかったっていう人、わー、ありがとうございます。たくさんの人にね楽しんでいただきました。とても嬉しく思います。これからも神奈川アートホールと神奈川フィルはいろんな形で皆さんに音楽をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。配信でご覧いただきました皆さんも本当にどうもありがとうございました。チャットにもねたくさんいろんなコメントを書いてくださって本当にどうもありがとうございました。アンケートにもぜひ答えてください。はい、カナフィルランド夏休みファミリーコンサート、今日はですねアンコールにきっと皆さんも知っている虹という曲をお届けしたいと思います。スチールパンのオカピさんもご一緒にお願いいたします。はい、それではどうぞ。
皆さん、またお会いいたしましょう。今日は本当にどうもありがとうございました。